11日何の日ですか？任天堂の日。ほう、お、木村さん好きなゲームありますか？マリオ。マリオ本当にね、好き。面白いね、マリオね。クッグ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 ッ心配だよ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何の日か知ってますか？今日あれだよね、任天堂日だ。ああ、そうですそうです、うんうん、あの今日は任天堂が初めてスーパーファミコンを出した日です。なるほどね、はい、うん、あ、なので今日はその任天堂の有名なマリオ、うん、マリオを再現してもらおうと思います。絶対面白いもんね、はい、確かにあの再現再現してください。どこあどこどこどこ、あのミアップ違いますね、あのあそこです。あのマリオが、うん、あのクッパの火を避けながら移動して、うん、あの後ろにある斧を取る。でそれでクッパが橋が落ちてるので、落ちるやつね、クリアするやつです。うーん、あー、あそこです。誰やりたい？誰やりたい？だからマリオとクッパでしょ。マリオとクッパ、マリオとクッパ、じゃあもうマリオやりたいです。で、うん、じゃあクッパだ。じゃあクッパ、はい、うん、じゃあ俺斧やる。しょうがない、橋と斧どっちやる？斧でいい、大丈夫。斧信じでもいいけど、まあ斧信じやってるとこ見てみたい。斧信じがいい、うん、いやいやいや、クッパの後ろに斧信じいるわけじゃん。俺はこの神社を助けに行くみたいな。この神社を助けに行くってことでしょ。わかったわかった、了解了解。あ、やりますわ。じゃあお願いします。しゃあるなー。